昨日ね、シュガーを、まあ、見た人も多いかなと思うんですけど、35歳結構撤回して、40歳までという延長になった。ひとまず胸をなで下ろした人多いんじゃないのかなと思うんですけど、連絡来た人も何人もいたので、まず一つだけ紹介しますね。これは竹真似推しの方です。ライドさんこんばんは。今日シュガーあったんですね。私は部屋の片付けをしていて気がつかず、しばらく経ってから、スマホを見たら終わっていったという何とも言えないため息をついてしまいました。シュガーで結婚のこと言われたのですね。私としては思っていたことに何とか決着ついたというか、武田君の中でやっぱり35歳までとは来年の誕生日という認識だったということなんですね。だとすると40歳までは39歳11ヶ月ということとなりますね。目指す目標や夢があるのですぐには結婚は考えられないと思いますが、この先友人との話した内容をライドさんと電話でのお話にしたいと思います。なくなりそうなのでしょう。今度はビデオ通話にした方が良いでしょうか。ビデオ通話で今度はこの方ともね、オフ会をね、一応予定してますので、今のうちにビデオ通話でね、僕の顔はみんな知ってますから、当然。顔分かってた方がいいじゃないですか。というところでやろうかなと思ってるんですけど、昨日のその、週が短かった、たった30分の中でもちょっとインパクトがあるね、その35歳結婚説撤回っていうのがあったんですけど、あとまあ、ちっちゃいのだと、質問の中に、なんかありましたよね。メキシコ料理とかそういう、普通の一般的なイタリアンとかなんかそういうんじゃなくて、まあ、メキシコとか、そっち側のところが好きなんですけど、武田さんは行きますか的な質問があって。まあそれはまあ、明らかにモネちゃんを意識したね。モネちゃんがメンズノンノでやってるやつですね。まあ、モネちゃん自身がそもそもメキシコに住んでたっていうので、一番最初メキシコ料理から始めたみたいなところがあったんだけど、武田さんは軽くね、流してましたけどね、メキシコレストランはないなみたいな、そういうところはないなみたいな感じがあったんで、そこは軽く流されたななんて思ったんで、まあ、その話を出た時はちょっとここはあんまりそうだな大きい話題にはならないななんていうふうに僕はシュガーを聞いてたんですが、まあ、最後の最後ですよね、35歳までの結婚はどうなんですか、夜も眠れませんみたいな感じの、もう途中経過います、無理ですっていうね、40歳まで延長させてください、40歳まで頑張りますっていうね、ので終わってったっていうね、そういう話でしたけど、まあそれについては僕はちょっと考えるところがあって、なんで35歳までに結婚って言って、40歳までに延長したのかって、まあ根本的なところなんですけど、そこが僕は今考えてる最中なんですよ。まずそもそも35歳までに結婚するって言ったのは、僕の記憶が正しければですよ、生配信をやった時かなと思うんですよね。誕生日の時かな。シュガーで言ったのか、誕生日の時の生配信で言ったのかちょっと忘れたんですけど、まあ、あの時、もう結婚の話題出ましたよね。占い、3人ぐらいの占いの中でやるとか、なんかそういうエンタメ的なことをやってて、あれは何歳の誕生日でしたっけ、あれ32?1? なんかそれぐらいで35までに結婚したいっていう話はもうすでにあの時に出てたんですよね。事務所がね、独立した発表の時。まあ、だからその前から出てたのかな。まあ、とにかくまあ、あのあたりですよ。まあ、31、2ぐらいの時からこの話は出てたと思うんですけど、うん、本人が言ったのでね。僕の記憶が正しければ、記憶を今もう辿ってる最中なんですけど、あの時、武田君が言ったのは正しい。そうやって目標を決めないと、このままずるずるいくと。なんかそういうことを言ってた気がするんですよね。だから一応35までって目標を立ててやんないとずっと結婚しなさそうな気がするから、もう僕はそうやって目標を立てますみたいなことを言った気がするんですよね。その時を振り返ってですね、まあ要はその頃を振り返って僕は3つの仮説があるんですよ。まずなんでそういうことを言ったのかって3つの仮説。まずあの時は本当に35歳で結婚しようと思っていたっていうのが1つね。だけど、35歳まで無理だったっていうのが一番ストレートなパターンですよね。が、まず一つの仮説です。で、もう二つ目の仮説。35歳に結婚するっていうのは、言った時点で、本当は最初から本気じゃなかったっていう説ですね。もともと30代は結婚する気ない。でも、35歳までに結婚するって言っといた方が、何かといいかなとか、ちょっとなんか話題になるかなとか、まあもしくは、
そんなに本気で思ってないのについつい言っちゃったとか、まあ一応リップサービスで言っとこうかみたいな。その二つ目はこれですね。その32歳、あと35までに結婚する気は最初からないのに言ってたっていう。これが仮説二つ目。で、三つ目、仮説第三なんですけど、あの頃は実は彼女がいたと。実は付き合ってる人がいて、もう結婚しようと思ってたと、本気で。で、35歳までにしようよっていうことを大々的に言うことによって、その人にも説得してアピールしてたと。35歳までには結婚するから、ちゃんと信じてついてきてくれよっていうことを、その時付き合ってた人がいて、あえて言ってた。まあ、この3つの仮説を僕は立ててるんですよ。で、その、じゃあその時付き合ってた人がいたんだが、別れてしまって、あ、35歳までの結婚は無理だ。じゃあもうちょっと40までに、じゃあなんとかしようかなって思った。なんかそういう第三の仮説がある。どれかなと僕は思ってて。この三つの中で、まあ、僕がそうだろうなと思うのは、一番目の仮説です。その時は35歳までに結婚したと本当に思ったっていうことですよ。でも、やっていくうちに、もっとしなきゃいけないことを、優先順位が変わったって感じなのかなって僕は思ってるんですよね。いや、30代、まあ、よくインタビューで言うようになったんですよね、あの頃、あの以降からね。いや、ちょっと待てよと。30代までにやることっていっぱいあるでしょうっていうふうに、ちょっと思い始めたんですよね。的なのを、いろんなインタビューで言うようになってきたと。で、初めて夢ができたみたいな話もし始めたと。そしたらもう残り時間ないよね。30代の時にやるべきこと。っていうのが、もう見えたんで、やんなきゃなと思ってるんですと。いうことをやたら言うようになった。35歳まで結婚って言ってた頃は、いや、本気で35歳まで結婚しようと。その方が自分の仕事としての落ち着いてできる、みたいな感じは思ってたと。でも、実際、いや、違うぞ。そんな時間はねえぞ。っていうふうに思っての、40歳までの延長。まあ、僕はこの仮説が一番、強いのかなと。僕は今のところ、昨日の話を聞いて思いましたけどね。昨日の話というか、もともと思ってたんですけど、もともと思ってて35歳まで無理だろうなっては、僕は旗から見ててね、ウォッチしてて思ってたんだけど、まあまあまあそうだなと。まあそう、こういうタイミングでね、その、長澤まさみさんとの映画もね、ちょっと徐々に発表もなりつつあったんで、まだまだね、ネットフリックスなんかでも、なんか、佐藤健くんがゼロから絡んでキャストを選んでるっていうね、噂もあるじゃないですか。いや、もうそれはまあ、35歳も無理だろうなと。まあ、もっと言うと僕40も結構怪しいなと思ってんですよね。40超えるんじゃないかなって思ってますけどね。でもまあ、ファンの方たちはそれでもいいですよねと思うんですよね。40超えてもと。まあ、一番厳しいのはジャニーズの人たちみたいにね、結婚のタイミングなくしてね、いや、もうそろそろ結婚してほしいよみたいな中居くんみたいな言われ方するのも厳しいかなと思うんだけど、佐藤健くんの場合は需要が高いので、そうはならないと思ってるんで、40代までいけんじゃないのかな、イケメンのままでいけるんじゃないかなと思っておりますけど、こんな感じです。